ちゃうちゃうちゃう。じゃあ今回もキャンプのお話を。はい。ヤクルトから。お、ヤクルトさん。まず行って、はい、会ったのが石川。お。俺が大好きなピッチャーです。おお。やっぱどうしたら勝てるかっていうことをさ、考えてたね。その打者にってことさ。うん。だからもう150キロ投げれるわけじゃないし、まあ140キロも投げれないでしょ。だからその遅いボールをいかに有効利用するかって、うん、もう抜きまくったらって言ったね。みんな今もう平均145ぐらい超えてるかな、うん、結構もう、だから結構140キロ、ね、でカットだとかどうのこうのって、ね、まあ、ちょっとした変化を加えるじゃない、うん、で芯を外して打ち取るという、うん、まあ、それから考えると抜きまくるピッチャーっていないよなと思って、うん、もうさらに抜いたらみたいな。え、そう、下ネタじゃないですか。大丈夫です。いや、やっぱベテランになればなるほどさ、うん、なんかこう絞り出そうとしてるよね。だからそれが素敵に思えて、で球場に行くと紅白戦やってたんだよ。で若手の中で村上、九州学院ですね。九州学院、はい、今サードにコンバートされてる、はい、まあ、昨年初打席初ホームラン、はい、だから俺も期待感がある、はい、はい、まあいろんな話を総合すると、はい、ちょっと時間がかかりそうだった。やっぱちょっと速いボールに多少弱い、反速球が強い、はい、これはね、照らし合わせると筒香の若い時に似てるんだよ、はい、だから生い立ちが高校の時ってあれだけのスラッガーにまっすぐでバカみたいに勝負するやつはいないよね。そうですね、絶対こうかわそうとするよね、はい、だからかわされた中でそういう打ち方を覚えてるんだろうね。だから課題はやっぱ早いますよね。やっぱ慣れも必要だからさ、だから慣れるまでちょっと時間がかかるかもね。なるほど。でもね、ヤクルトは振り込ましてたわ。あ、本当ですか。石田九郎が、あら、出た、振るわ。ガンガン言ってました。まあ例えばその高め、お、はい、真ん中低めとかさ、はい、T でやったでしょ。まあ、やりましょうやりましょう。ああいう T をもう各所でやってた。へえ。まあ宮本ヘッドに話を聞いたんだよ。お、はい、はい、そしたら慣れが怖いなって言ってたね。慣れ、慣れですか。だから宮本慎也というコーチ、はい、石井拓郎というコーチ、この2人っていうのは厳しいイメージがあるよ、はい、はい、で緊張感も去年あったと思うんだよね、うん、でもそれにちょっと慣れてきてるかなっていう、その慣れさせないためにものすごく苦労してる。へえ、すごい。いや、だから、ね、結局緊張感なんだよ、はい、慣れてくるとなんかそこに緩みが出てくる、うん、その緩みっていうのが怖いっつってた。まあそれで西浦、はい、ね、はい、ショートとして、はい、まあ、昨年、はい、ある程度定着してる、うん、どうやっていったら、うん、まだまだだなって、ラーはそこら辺は厳しいんだよ。去年できたからって今年できるとは思ってない、はい、今年は今年のまたスタートがある、うん、っていう風な、やっぱ厳しいよね。山田選手は話されたんですか。ああ、話したよ。疲れてます。バテてると前日なんか特使あったみたいで、はい、なんていうのかな、やっぱ緊張感あったね、彼には。やっぱ3割30本30盗塁がさ、はい、もうそれが普通の成績になっちゃってるから、ね、そうやって当たり前ぐらいの感じになってきちゃってますもんね。でも最初に打った時に、はい、翌年、はい、いや、その成績にプレッシャーを感じてると、はい、すごい重たい雰囲気でキャンプやってたんだけど、はい、また新たなものをっていう感じが見れたね、テストは。やっぱバッティングを見てるとさすがだな。バランスがいい、変な癖はないし、本当にシンプル、まあ、そういう形で振ってたから今年も期待できる。いや、やっぱり楽しみですね。みんなが期待しますもんね、やっぱね。まあ中村、キャッチャーの中村いうけど、あれもなんかすごく生き生きやってたしね。だから選手は昨年の2位っていうことに対して、まあ、ある程度の自信にもなっただろうし、まあ、今年もやれるということは考えてると思うしね、うん、じゃあそんだけ振り込ましてたってことは今年違う。バッティングはもともといいからな、まあ、ヤクルト。そうですね、技術の高いバッター多いから、打者多いっすもんね。だからあとはピッチャー次第だな。あ、まあ楽しみですね。楽しみっすね、はい、はい。